それでは聖餐式を行います。聖餐式はイエス様の十字架の死を示す知らせる式です。この教会ではイエス様が私の救い主、僕の救い主として信じている人、また洗礼を受けている方、あるいは洗礼を受けたいと思っている人、その方々に受けることを、お勧めしています。それでは聖餐式のために共にお祈りをしていきましょう。愛する天のお父様、愛する主イエス様、この聖餐式をありがとうございます。この聖餐式を通して私たち一人一人のようにイエス様の恩賜と御体の恵みを真実に表してください。はじめにあたり感謝してイエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは神様の前に悪いことをしてしまったっていうことを思い出したら、神様ごめんなさいと謝る心からの悔い改めの時を一人一人心の中で持っていってください。愛する天のお父様、これらの悔い改めの恵みを感謝します。イエス様の尊い名前でお祈りします。アーメン。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるようパンを取り感謝を捧げる後、それを先こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。それではイエス様の尊い身体をいただきましょう。なんで口出してんの？夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。それではイエス様の尊い血をいただきましょう。なんで口出してるの？Thank you.
では聖餐式のためにお祈りをいたします。聖餐式の感謝のお祈りをします。愛する天のお父様、愛する主様、この聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様の十字架の救いを心から感謝します。イエス様の尊い御名でお祈りいたします。アーメン。